トニー・シェイはアメリカ合衆国の実業家、企業家、オンライン靴店ザッポスの創業者 CEO。ザッポス勤務以前は1996年にオンライン広告網企業、リンクエクスチェンジを創業し、1999年にマイクロソフトに2億6500万ドルで売却したことで知られる。台湾からアメリカ合衆国に移民した両親のもとにイリノイ州で生まれる。 カリフォルニア州サンフランシスコ米エリアで育つ、二人の弟がいる。1995年にコンピューター科学の隔離でハーバード大学卒業。卒業後、オラクルに就職するも5ヶ月で退職し、リンクエクスチェンジを友人のサンジェイ・マダンと創業。シェイは CEO として1996年に創業したリンクエクスチェンジでは、 登録企業のバナー広告をウェブサイトに表示する広告網を構築運営。1998年には40万社以上の登録で1日500万回のバナー広告表示を行っていた。1998年11月にマイクロソフトに2億6500万ドルで売却した。リンクエクスチェンジ売却後、アルフレッドリンとインキュベーターベンチャーキャピタル企業を創業。 この会社が投資、育成した企業の中に、アスクドットコム、オープンテーブルやザッポスがあった。1999年にザッポスの創業者、ニックス・インマーンがシェイに売却話を提案。まず、ベンチャーフロックを通じ投資し、2ヶ月後には CEO として経営に参加した。当時160万ドルの売り上げであったが、2009年には1000万ドルを超えた。 2009年6月にアマゾンドットコムがザッポスの買収を発表、買収金額は約12億ドルであった。引き続きザッポスはシェイによりアマゾンから独立した経営を維持すると発表されている。シェイは2011年に取締役として長軽量ジェット機航空会社ジェットスイートの経営に参画。シェイはエンブラエルフェノム102機の追加のための700万ドルの 投資確保を実現。シェイの経営するザッポスはネバダ州ラスベガスを本社としており、2009年よりストリップ地区に遅れをとっていたラスベガスダウンタウンの主要再開発、再生プロジェクトを主導している。シェイはもともとザッポス従業員の居住、勤務地としてダウンタウンの開発を計画していたが、現在では他の新興企業の従業員や企業家なども対象に、 なっている。ネバダ州ラスベガス在住。2020年11月27日、コネチカット州を訪れていた際、住宅火災で負った怪我により亡くなった。ありがとうございます。